ポンちゃん、マルちゃんのアジアの話。この元気。いや寝てんじゃんもう。いやね。まあ二人して徹夜明け。徹夜明けで。はいはいはい、もう目がもう。あそう。もう完全にもう思考能力が完全にね、そうそうそう、爆発しちゃって、ね、はいになっちゃってますね。はい、ねそうそうそう。いや別に一緒に徹夜したわけじゃないんだけれども、はい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 、いやでもね、今日朝から BNI っていう異業種交流会、はいはい、行ってきたんですけど、いやみんなテンション高いですね朝からね。すごいですね。すごいですよね。うん、でね、まあ二人ともそうだけど、なんか新しいところですか、そうじゃなくて、もう5年ぐらいやってるところなんですけれども、はいはいはい、その場所自体は初参加ですか。初参加ですね。はいはいはい、まあ、お世話になっていると遊び友達、はいはい、から誘われて、で本当さん本当来るみたいな感じで、行く行くみたいな、はいはい、軽いノリで、はいはい、で行ってやっぱりその自己紹介の時もふざけちゃったんですけど、はいはい、いやでもね、今まで参加した中で一番紳士的でかつもう熱のあるっていうんですかね、エネルギーの高い、いや、いいとこでしたね。気がいいですね。じゃあ、いや、ほんめちゃめちゃいいですね。まあ、八方園っていう気もものすごくいいのかもしれないし、場所的にも。すんごい落ち着いてる場所で、結婚式場のラウンジみたいなところでやるんですけれども。結構お金かけてますね。いやいや、まあ、参加費も、まあ、3500円、コーヒー一杯で。はいはい、まあ、高いっちゃ高いんですけど、まあ、それ以上の実りはあったかなっていうね。そこでまたいろんな人と知り合って、で、まあ、仕事抜きで遊びとも、はい、友達っていうんですかね、はいはい、まあ、そんな感じの人たちが何人かできたかな、ね、はい、喫煙者いましたか。喫煙者いました。あ、いた、見ていただいたコミュニティ、やっぱりね、喫煙ルームに行くと何人かいるわけですよ。はいはいはい、いやそれでね、もうすごいですね、Facebook がもうガンガン来るんですよ、うん、誰だと思ったら、あ、今日会った人だみたいな感じで、で今度いついつ会いましょうかみたいな感じで、次から次へとなんか面白い人たちね出会っていくなっていう、いやー今年はなんかすげえぞっていう、そんな感じしますね。まあ予兆があるということですね。ありますね。いいですね。いやまあ、ただね、いや嫌なことってつまんないこともあるんですよ。辛いこともきついことも、まあその中で楽しめるしかないかなっていうね。そうですね。はい。そうなんです。今日だから朝ね、はい、6時に地下鉄で行ったんですよ、はい、6時の地下鉄でもなんでこんな人混んでんのっていうくらい電車いっぱいだし、帰りは9時半、それでもやっぱりギュギュですよね、はい、いやだから通勤してる人は偉いなって思いますね。偉いんですよね。偉いんですよ。偉いっていうか疲れちゃうよね、あれね、朝からね。まあ通勤で疲れますよね、うん、はい、疲れてから仕事ってそれ効率悪いよなって思うわけですよ。まあしょうがないですよね。でもね、みんなよくやってるなっていう感じしますけどね。いやちょっと昨日の嫌なっつうかつまんない話、はい、いや面白くないやつと美味しいもの食べに行っちゃダメですね。なんで？美味しいものがなんか美味しくなくなってくる。なんなんですか？いやいやいや、本当楽しいやつとさ、はい、吉野家の牛丼行ってもうまく感じるのにさ、まあ、つまんねえやつとさ、美味しいところ行っても全然美味しくない。つまんねえやつって珍しいね。珍しいっすよ。珍しいっすよ。どんなつまんねえやつなんですか？きついっす。いやいやいや、君も知ってるつまんねえやつ、もう大嫌いなやつですよ。久々に「本田さん飯でも食いませんか？」とか言われて「おおおおえっ？」とか言われて「ああ何でそんなやつまた行ったの？めんどくせえな」とか思って、どうしたどうした。いや本当なんていうんですかね、場を読めないっていうか、その自分の話しかしねえし。2人で行ったの？2人で。珍しい。いやなんかね、たまにはいいですね、はい、ね、いいんじゃないですかみたいなさ、はい、まあ友達いないんじゃないですか。まあ友達いないんですよね。もう全ての人的に回してるぐらいの人ですからね。すごいよねそれも。しかしあきらもいなくなっちゃったし、ね、あそうそうそう唯一のお友達がいなくなっちゃいました。そう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 、いや本当ね、一緒にいる時間が辛いっていうのはね、
もう時間の無駄だし、はい、なんかもう負のオーラ。そうなの、だって仕事うまくいってんだよね彼はね。まあ首どのこうのって話してますよ。首になるかどのこうのって話。そうそうそう、まあ、そりゃそうだろうな、お前じゃなっていうね、まあでもほらいろいろね裏工作をやってた人間ですから、うん、なかなか会社も切れないでしょう。まあそうなのかもしれないけれどもね、いや本当ね、無駄な時間ってご飯まずいよなって思うそうなの。いやマジで、あらまあ珍しいねそれ。もうそうそうそうまだ他に誰かいればまかもつけど、まあまあね、差しじゃきついね。そう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 、もう俺だとか思って、でじゃあセラー行きますか、でも来るんじゃねえよっていうね。あ、上野で飯食ったんですか。いやいやいや、水道橋で飯食ったんですからね。相変わらず行ってんですかとか、当たり前じゃないっつって、行かなくてよかった。いやいやいや、本当そうっすよ、いや一人入るだけでもう場の雰囲気が変わるってあるじゃないですか。まあもちろんです、ね、もちろん一人入るだけで場の雰囲気がうわーって盛り上がったりだとか、一、はいはい、人入っただけで場の雰囲気がバーッともう盛り下がるだとかね、はいはいはい、なんですこんなすごい負のオーラを持ってんだろうっていうね。これちょっとね変えれば、ちょっと変えるっていうか、反対、彼ももういい年ですよね。いやもう40、50近い、50ぐらいか、後半なんのかな、ね、はいはいはい、うん、いやもう関わり合いたくないっていうかね、もういいよって、聞いてるかこの野郎みたいなさまあね、でもそのまあいいこともめちゃめちゃあるんですよ、次から次へと、はいはいはい、どっちいやあのいやプラマイはもう全然プラスですからね。プラス、あ、そうですね、いやもうこれからも楽しいことばっかりだなみたいなね。なるほど、いいですね。自然とやっぱり選んでんだろうね、知らず知らずのうちに人って、人を、やっぱりその、まあ、俺実はまあ好き嫌いなさそうに見えるけど、なんだ好き嫌いばっかりなんじゃないって本音では、本音ではね。そう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 、結局周りに好きな人しか集めてないから、自分が自分でいられるっていうか、楽しくいられるっていうかね、そんな感じだと思うんですよ。なるほど、でまあ例えばね、もう周りの人間がね、北朝鮮みたいなばっかりだったら、やっぱりもう病気になっちゃうなみたいなまあでも一緒に入れないよね、そしたらね。入れないっす、入れないっす。やっぱりね、その自分が源じゃないけど、自分を中心にやっぱり世界作っていくっていうね、いや本当そう思いますよ。まあでもなんかやっぱり人と人の関わりっていっぱいあるから、こうなんだろう、ただ紹介するだけじゃなくて、まあこの人とこの人と会うだろうなと思って、俺もいろいろいろんな人会わせたりするから、でまあいつの間にかその人たちが急に仲良くなっちゃってっていうパターンが大体ほとんどですよね。そうだよね、そうだね。でもそういうのってなんかどう、嬉しい寂しい。いやまああの嬉しい半分寂しいもあるけど、まあでもなんだろう、それでほらなんだろう、逆に紹介して、いや、まるちゃんありがとうねって言ってくれる人がいるから、それはそれでいいかなと思いますし、もともと会わない人を会わせるのも嫌だから、面倒くさいじゃないですか。あとで、あいつ何なのって言われるのも面倒くさいじゃないですか。だから誰でもいいわけじゃないから、まあ、逆にあの人紹介してよとか言われるパターンもありますけど、でも多分会わねえよな、この二人とかも。と会わせなかったりとかしちゃいますね。あるよね。しちゃいます。でもね、面白いのが、出会うべくして出会うってあると思うんですよ、ね、まあそれもあると思いますよ、ね、でなんで今まで会えなかったんだろうね、不思議だねっていうような出会いもあるんですよ。あ、なるほど。なぜかっていうと共通の知り合いが多すぎて、そう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 、それはありますよね。マジでみたいな。だからフェイスブックってすげえなって思うんですよ。なるほど。まあ厄介だったりもしますよね。まあ厄介のもあるかもしれないけれども、あまりにも共通の知り合いが多いと、何なのこれみたいな、なんでこの人知ってんのみたいなね。いやだからもう進歩っつうんですかね、もうすごいなって思いますよね。いやだからそのやっぱり顔の広い人、人脈の多い人ってやっぱりその共通の知り合いって多いんですよね。なんでこいつ知ってんの、いやこうだこうだみたいなね。じゃあ逆になんかそれを前に見た時に、はい、こいつとこいつもつながってんだとか思って、うわなんかめんどくせえとか思ってそれもあるよね。あるあるある。
いや実はですね、まあ、こんなところで話すことじゃないんですけど、今日親父の命日なんですよ、はいはい、うん、平成3年に死んで、はいはい、だからもう20何年もう30年近くになるんですけどね、はいはい、いやそれでもう55で死んでるんで俺今年5じゃないですか、はい、比べてみたんですよ、うん、比べてみたっていうか、うんうんうん、なんでこんなに違うのかなっていうねその時の親父さんの印象と、いやいやだからその おじいちゃんにしか見えなかったよね、あその当時ね、そう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 、でいざ自分がねその年に差し掛かろうとしてどうだったのって思うと、うん、いや本当今俺幸せに生かされてるかなっていうね、うん、いやだからねあの頃の親父見ててなんか楽しみあったのかなみたいなね、うん、まあ、ゴルフしたりマージャンしてたのかもしれないけれども、うんうん、あとはね、まあまあ、酒飲んでそれでまあ死んじゃったみたいなもんなんですけどね、あそうなんだ、うん、お酒好きだったまあ肝硬変肝臓がですからね、肝臓が、あ、うん、じゃあもう完全にやられる、完全に酒ですよね、酒ですね、うん、あそのストレスを、うん、ね、紛らわすために酒っていうね、うんうん、だ世の中もそういう人結構多いんじゃないのかなだとかね、あのね、うん、分かるんですよそれは、うん、あのやっぱりなんだろうねこうかといって例えばなんかスポーツやったりとかでね、はい、なんとかなるのもあるんだけど、うんうん、やっぱり仕事終わって一番手っ取り前の酒なんですよ、はい、それがどこでもいいですよ、居酒屋だろうがなんだろうが、うんうんうん、とりあえず飲んで気を紛らわす、うん、紛らわすんですね、うん、あそれもね、うん、その さっきの話に結びつくんだけど、嫌なやつと飲んでも全然面白くないでしょ、いや無理っす、逆にストレス溜まるでしょ、いや溜まりますですよね、調子だよね、それでなおかつ金払ってまでなんか飲みたくないし、まあそうだよね、うん、せっかく美味しい酒がまずくなる、そうなんですよ、でもさもう楽しいやつらと一緒だとさ、うん、めちゃめちゃ楽しいじゃない、お酒がなんか後押ししてくれるみたいなさ、そうそう逆にお金使っちゃったりしますよ、うん、楽しくてあれでもそれって、はい、そういうのってやっぱり生きた金の使い方だと思うんですよね、あそうですね、そうですね、うん、まあ みんなとも楽しめたし、そう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 、自分の肥やしにもなる、いやいや本当そうなんですよね、僕はもうお酒飲めないけれども、うん、あの飲む、まあ、最近ちょこちょこ飲んでますよね、あちょこっとずつです ね、だから記憶なくすっちゅうのが怖いんですけれども、置いたしなきゃいいかなみたいな ね、うん、まあ周りで見てる僕は楽しいですから、はい、いやもう楽しませてるのかなっていういや楽しませて笑われてるのかなってそういう意識がありますね、もうネタになってますからですね、本田劇場、毎回同じネタで、あの下北沢お笑いですかね、はい、いやもう本当恥ずかしいですね、ただその、うん、外飲みってやっぱりちょっとね他人がいるから怖いですよね、あそこは気使うんですね、ちゃんと、いや気使ってるのかどうか分かんないですけど、逆に、はい、俺なんかは、外飲みばっかりじゃないですか、だから絶対慣れちゃうから置いてしちゃうんですね、はいはい、ああ置いてね、ああ慣れちゃってるからね、かも、まあ、ね最近週末みんなでなんかうち集まってね、なんかもうねお酒買ってきてくれたりするんで、そうそう、ね、家飲みだったらばもう安心っていうかね、はいはい、なんですけど、そっからね踊りに行くわけですから、そうだそのだから俺なんか逆にその雰囲気のまんま行っちゃうから弾けちゃうんですよね、ああやられちゃうですね、いやでもねその、うん、もしあの店がなかったらって思うと、うんうんうん、もうほんとつまんねえなって、あの店あってこそなんかもう楽しめるなっていうね、すごくだからいいっていうか、ね、うん、ありがたい店だなと思いますよね、まあ、だからなんかなんでしょうね、最近はちょっとなんか、はい、あのなんていうんですかね、なんか刺激がねえっていうか、もうちょっとなんでしょう、なんかいつもなんかなんだろうな、はい、慣れすぎちゃった、なんか顔がみんな一緒じゃないですか、ああまあ新しい顔が欲しいですよ ね、そう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 、まあ、時々しか来ない、うん、2ヶ月に1遍とか3ヶ月に1遍にしか来ないような人と会うと、うん、わーみたいな感じでね、うん、嬉しいなって思いますけどね、いや俺らが異常なのかもしれないよ、毎週金土行ってるっていう、まあ、超常連さんですよね、はい、うん、あのねタイ行く時とかって一周開けるわけじゃないですか、うん、
そんでただ一周開けただけなのに、うん、なあすんげえ久々に行くようなそんな気がするんですよね。ああそうだね。ああ日課って怖いなと思いますね。なんか最近平日がないからちょっとつまんないですね。平日つらいっすよやっぱり。まあ別にいいんだけど、なんかほら最近土曜日がいつもいまいちなんで、だからなんか違う日になんか一日楽しい日があった。じゃあ水金にしようかこれからカーキンとか。ああなるほど、うん、あそれもいいかもしれない。水金いいかもしれないな。水金だと水曜日意外といますよね人。あそうなんだ、うん、まあ分かんないけどね、当たるもんかっけ当たるもんかっけなんで。水金だとタケコ行ってもう卵つくじゃないですか。あなるほど、 なるほどあそうですね。ね、月水金卵の日だからね。あそこあれ一昨日か火曜日か。火曜日は卵つかないんだ、ね。あ、そう。うん、じゃあいきなりなんか担々麺食いたいとか言い出して珍しいお前とかそんなそんな店でもね偶然やっちゃいますから ね。世間狭いなって思いますよね。はい、まあちょっと政治の話何もしてませんけど。はい。え、なんかないですか。うん、トランプと刈り上げ君の話。あ、まあ、あれは決別ですよね、まあ、もう致し方がないかなと。決別っていうか、うん、いや、やっぱトランプ妥協しないからいいよなって。そうだ、そこは偉いと思う。だからそれでちょっとでもなんか向こうが、甘いこと言ってきた瞬間にもうなし、あこいつらやっぱダメだみたいな感じで判断で、結局戻って今また何でしたっけ、発射台の整備をなんかしてるらしいですよ。ほうほう、あそう、ミサイル。トランプの判断はやっぱすごいな。いや、やっぱ決断力ってすごいね。やっぱ必要ですよ、ね。羨ましく思うもん。うん、で今回、今日だか明日だか忘れたけど、国連かなんかでも結局、ロシアも結局採決に妥協して、はい、経済制裁継続みたいな形になるみたいですね。はい、まあで中国的にはそれはそれで OK で。はい、中国 OK なんだ。っていうのはやっぱり中国的にはやっぱりなんかアメリカと北朝鮮にあんまり仲良くなってもらいたくないっていうのがやっぱりみたいで、まあそのなかなか結局はこういうことで、まあただ継続するみたいな話はしてますけど、おそらくあんまり継続性はないんじゃないかなって感じはしますけどね。また結局二分されてって、でまあこのまま行くとだから中国韓国北朝鮮ロシアグループになるのかななんて思ったりもして、もう韓国も無理してて、文大統領のもあるうちは絶対反日なので、もう無理だと思います。はいはいはい、そうね、だからこの前も言ったけどね、その日本にいる韓国の人、もう迷惑だよみたいなね、そんな話してましたね。あ、そうですか。だからもう私はもう日本人だからって言い切っちゃってるからね。結構言ってますよね。まあそうやって生きてますね。俺はそれはすごくいいかなと思いますよね。はいはいはい、もうダメですよね、あそこの国は。毎回毎回本当にお話にならないと思います、ね。いや、それはそうと、ゴンちゃんの変装はどう思います。何それ。ああれ、なんのあのなんなんあコスプレイヤーだ。コスプレイヤーだ。コスプレイヤー。何のためにやるの。実はそうなんですよ。何のため。実はコスプレイヤーなんですよ。だからやりたかった。掃除のおじさん。警備のおじさん、ね。なんであんなことしたの。堂々と出てくればいいじゃないですか。あれ何のためにやったの。意味わかんないです。笑わせてくれたなっていうね。ね。そう。あのおじさんの、まあ、しかしだけど、はい、10億っていう現金をどうやって払うんですか。ね、まあそれぐらいは持ってんじゃないですか。すごいね、うんうん、まあフランス政府が立て替えて払ったのかどうか知りませんけど、うん、10億円パって保釈金払えるってすごいですね。まあね、うん、で都内から出ちゃダメ、うん、で監視カメラ付き、インターネットを禁止、それってどうなのっていうね。あ、まあでもまあ家族と一緒に入れるぐらいでもいいんじゃないですかね、うんうん、分かんないですけど。あれって何、その監視カメラ付きってどこに監視カメラをつけてんだろうね。だからなんか国が設置するみたいですけど、ね、設置するんだ、はいはいはい、あれトイレとか風呂とかもついてるの。いやそれは分かんない、そこまではないじゃないですか、まあ、外じゃないですか、だから出入り口でじゃないですか、そこにはやっといて、で多分また工事現場のおっさんの格好して出てくるんでしょうね。なんかメイドの格好かなんかで出てきてほしいね。もうバレてるし、いやわざとやってるんだぐらいなので、ね、うん、そのうちワイドショーでコーナーができるんですよ。今日のコーナーさん、あー今日のコーナーさんね、今日はな、どんな格好するんでしょうかねっていう面白いですね。
コーナーになったりとかして、そうそうそう、なんかスクール水着かなんか出てきてますね。いやだけどあのなんであんな格好したのかな、わかんないんだけど、本当だ、何の意味があるんですかね。騒がれないで出てきたいと思ったんですか、精神的に。逆に楽しいよね。逆にめっちゃ報道されてますし。変装したモンさん。ああ。でなんか乗ってったのが軽自動車、軽自動車、ねうん、日産じゃないみたいなね、まあまあ、もう日産解雇されてると関係ないんでしょうけど、ああそうだ、ね、解任されてますから、ルノーも解任されちゃいましたし、はいはいはい、車何乗ってっていいんですかね、まあまあそっかそっかいやだから俺チャンスだと思うんですよね、はいはい、うん、これでね、ポルシェとかランボルギーニに行きましたみたいなね、もともとだってゴンさんポルシェ乗ってた人だから、はい、ああなるほど、で日産にこういう車を作れって言って、うんうんうん、でフェアレディ Z の新型を作ったわけですから、うんうん、好きなんだったらポルシェ行ってほしいなっていうね、そうですね、うん、でポルシェをやっぱり全世界規模にしたらこれすごいんじゃないのかなっていうね、ね、面白いですね、うん、そう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 、違う会社行ってほしいですね、いや本当本当、モルノーとかと別々してね、はいはいはい、うん、まあただある人、うん、一応国籍がフランスなんですか、フランスですね、はい、あ、うん、じゃフランスの国籍やめちゃえばいいんだね、うん、まあ、やめてもいいし、まあ、ドイツかどっか行っちゃえばいいんだ、ああ、いやでもね、うん、ポルシェとかランボルギーニとかね、そういったスーパーカー方面に行って、いやそれならいいんですけど、はい、一番なんかやなっちゃうのは、はい、あれですね、中国系の自動車とかに行ったらまたちょっと脅威ですね。いやでも彼はやっぱりできると思いますよ。まあやれるんでしょうね。経営のセンスは全然やっぱりあるから、トランプさんと一緒にやっぱり決断能力っていうんですかね、はい、だから日本に来た時やっぱり工場潰せだとかね、人員減らせだとか、もうとんでもないことをやって、はいはい、で相当反感は食らったけど、結果はやっぱりね、利益体制に出してね、したっていうことに関してはものすごい業績功績を持っているわけなんで、確かにやっぱりその中国企業行っちゃったらもう脅威かもしれないですよね、はい、まあ、ただね、中国ってもともとはそのフォルクスワーゲンの工場があって、タクシーも全てフォルクスワーゲンの時代ってあったわけじゃないですか、はい、いやだから可能性としてはなきにしもあらずっていうね、イエーイって、なんで写真撮ってんの今、ちょっとなんかごめんなさい、すみません、はい、中継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 、はい、実際にね、その自動車産業ってこれからその電気自動車になるは、うん、ね、もう大革命していく産業だと思うんですよね、はい、AI 知能だとか、はい、だからこの先やっぱり本当、どうなのかなっていう、まあ楽しみでもありました。いやもうこれは楽しみだと思うんだよね、あってないよね音楽としてなんか世界の長者番付が出たそうで、はい、あ、そうですか、はいはいはい、今回誰ですかトップ、今回忘れちゃった、離婚した人、離婚したおじいちゃん、離婚したおじいちゃん、うん、なんだかよく分かんないけど、バフェット、バフェット、離婚した慰謝料、慰謝料はたくさん半分ぐらいになってて、そのおじいちゃんが1位だったみたいですよ、はい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 、でまあ気になるところでやっぱり日本人ってどれぐらいなのかなって言ったら、はい、ユニクロがユニクロもソフトバンクも40何位、あそんな差がついて、そう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 、いや日本人トップは何誰なんですか、え日本人のトップは誰だったんですか、柳井さんだよね、だから柳井さん、そう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 、まだそんなに納税してるのすごいね、だから世界で言うとそんなわけじゃないですか、はいはい、40何位、まあ、それにしてもだからその多分トップ10とトップ20の格差ってすごいでしょうね、はい、いやいやもうすごいと思いますよ、はいはいはい、いやでもねやっぱりその例えばトヨタだとかね、はい、そういう昔からの企業じゃなくて、もう本当も平成になってから現れたような企業の人たちがそうなってるわけじゃないですか、うん、ね、だからもうなんとかドリームってのは全然あるんだなっていうふうには思いますよ、まあ、でもやっぱり IT 系と、うん、あとはあれですか、投資系ですよね、まあ、そう、大体、うん、あとはアマゾンと、アマゾン、うんうん、トップはアマゾン、うんうん、そう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 、いやでもね、そのまあアマゾンつったってね、その販売屋さんじゃないですか、はい、自分のところでなんか開発したとかさ作ってるわけじゃないじゃないですか、うん、
人のふんどしであそこまででかくなってるっていう ね商品ありきみたいな話じゃないですか。あれはだけど画期的だったっすよね。そこまでいやだからね、今後も変わっていくんだろうな、どん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 っていう。まあ一応だけど、日本ではね、やっぱり楽天のシェアがやっぱり高いですけど、いやだからね、そのアマゾンで物買うんだったら楽天で買おうよっていうね、ポイントでかいですよね。10ポイントでかいっす。だってアマゾンそんな儲けさせてしょうがないし、やっぱり日本企業なんだからさ、日本人は楽天で買おうよみたいなね。そうそう、俺はそうあるべきじゃないのかなって、まあ、物流システムが日本とアメリカでやっぱ全然違うし、で日本国内で言うと、じゃあ物流システムアマゾンが特別すごいかさ、そんなことなくて、結局流通してるのはあのね、あのヤマトだったりとかサルタだったりとか、だからあんまりね関係ないですよね、日本の場合はね。じゃあ俺たちも世界の長者番付に乗るようにしましょう。終わりたいです。はい、はい。